世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは IMF という機関を知っていますか？これは国際通貨基金の略で、通貨と為替相場、国際金融システムの安定化を目的とした国際連合の専門機関の一つです。2020年に韓国はこの IMF に対して金融支援を求めましたが、却下されてしまいました。なぜ韓国は IMF に断られてしまったのでしょうか。今回は、拒否された韓国の露骨な思惑とはに関する話題をご紹介します。ことの発端は、2020年4月16日に行われた IMF の諮問機関である国際通貨金融委員会、通称 IMFC の会議でした。IMFC とは、IMF の24カ国理事国の代表からなる委員会で、IMF 総会で決議される政策や戦略について方向性を示す役割を担っています。2020年といえば、新型コロナウイルスによって世界中の経済が苦境に立たされました。その経済市場の現状把握や金融市場の安定化のために、IMF の役割の拡大などについて議論が交わされたのです。その中で、韓国から出席したホン・ナムギ副首相が以下のような提案をしました。IMF は甚大な被害を受けている国々への支援をし、金融市場の安定を図ることが最も重要である。各国への金融支援の手続きを簡素化するために、リーマンショック時のような特別引き出し権をIMF には積極的に認めてほしい。 IMF 加盟国は先ほどの内容にあった特別引き出し権を保持していると、通貨危機などで外貨不足に陥った場合に他の加盟国から担保なしで外貨を受け取ることができます。提案だけ聞くと世界で助け合う素敵なものに聞こえますよね。しかし近年の韓国は経済状況が悪化しており、家計債務が年々膨れ上がっているのです。家計債務とは、家計が抱えている借金のことで、住宅ローンをはじめ自動車購入のためのローン、クレジットカードの利用残高、消費者金融からの借入金などのことを指します。2020年9月の時点で、なんと韓国の家計債務は国家予算の4倍近くにまで膨れ上がっていたのです。その原因は、国民が借金をしてまで投資に走っていることにありました。新型コロナウイルスの影響で起きた経済不振が、若年層を中心とした雇用状況を悪化させ、リスクを伴う投資に活路を見出してしまっているからだと考えられています。また、韓国は家計債務以外にも、企業債務や政府債務も世界一の速度で急増しており、いつ金融危機が起こってもおかしくない状況。これらの状況があっての韓国からの資金援助の提案は、単純に自国への援助を求めたというふうに世界の国には見えてしまい、IMF はこの提案を韓国が自分本位な考えで発案したものだと却下したのです。このニュースには世界中の人々から様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。支援というのは心や精神であって義務ではないわ。そもそも自分たちが助けてほしいからって魂胆が丸見えだからいやらしい。韓国は1997年に IMF に助けてもらったことがある。でもその時IMF の助言を無視したらしいよ。助けてもらったのに言われたことを実践しないなんて、そんなことするならもう誰からも助けてもらえないよ。支援の条件に財閥の解体を出された時の話でしょ。あの話は有名だけど、未だに韓国の行動が信じられない。自身で信用を落としてることに気づけないのかしら。恩をあだで返すような国じゃ誰も助けたいと思わないわ。それに貸して帰ってくる保証もない国な気がする。 IMF が韓国へ調査に入った時に帳簿に不備があったらしいよ。次はないって念押ししたらしいけど、
正直韓国なら仕方ないと思ってしまうね。 IMF も大変だな。そんな面倒な国、俺なら相手にしたくないよ。まず前提として自分の国民の動きを予測できなかったってことでしょ。だとしたら支援を積極的にしてって、上から目線じゃなくて支援をお願いしますって頼まないといけないんじゃないかな。国として信用されていないなんて前代未聞よね。韓国政府は今一度現状の体制を見直すべきだわ。今の体制が良くないことは実証されてるでしょう。 IMF は韓国が自分たちをどう思っているのかよく分かったんじゃないかな。韓国の思惑を見抜けてあっぱれって感じ。 IMF は優秀だよね。その点、韓国と為替スワップを結んだアメリカは何を考えているんだろう。現状じゃアメリカが韓国を支援してるだけだもんね。アメリカも腹黒いから韓国を手駒にしようとしているんじゃないかな。韓国は欲張りだから他の国にも支援を求めそうじゃない？そうなったら間違いなく日本が危険よ。いつも韓国に何かしら要求されてるもの。隣の国ってだけでつくづくかわいそうだな。まあ日本は第二次世界大戦の賠償もあるだろうし仕方ないんじゃない？イギリスには来ないでほしいものだね。韓国の財政悪化はムン政権の失策のせいですよね。新型コロナウイルスがなんて言ってますが、大変なのはどの国も一緒ですし、都合が良すぎですよ。韓国がいかに自分のことだけ考えているのかはっきりしたわ。IMF ももっときっぱりと断ってしまえばよかったのよ。そうしたら今後厄介ごとに巻き込まれなくて済むわ。韓国のことだから逆恨みしてくるんじゃないか。そういう腐った奴らは穏便に済ませた方が安牌だろう。その結果、日本がずっとまとわりつかれてるじゃない。助けてもらって当たり前って精神なんだから、はっきり言うことが必要だと思うな。韓国政府の面の皮はどこまで厚いんだ。こんなことして恥ずかしくないのかよ。国民は恥ずかしいと思っているぞ。ただそんなニュースは韓国にいたら聞こえてこないがな。ムン政権はいろいろやらかしているからね。韓国国民には多少同情の余地があるわね。何かあるたびに助けてしか言わない国だね。僕の国ブラジルの方がはるかに有能な政府だって分かった。このままだと韓国は破綻確実だな。若い奴らには国外脱出を強く勧めるよ。破綻する前にもっと大きなトラブルを起こしそう。IMF に脅しをかけるとか、それくらいやりかねないと思われている時点で国家的にアウトだけどな。韓国の国民性は細かいことは気にすんなだろ。国が滅んでも気にしないんじゃないか。生きてりゃなんとかなるだろって。韓国には自分たちの問題を自分たちで解決してもらうしかないようだな。できる気は一切しないが。以上が海外の人々の反応でした。韓国のこれまでの態度を批判する声が多く上がっており、金融危機が危ぶまれている状況でも厳しい意見が相次いでいましたね。では、この件について日本の人々はどのように感じたのでしょうか。一緒に見てみましょう。日本の反応。IMF が騙されないで安心したわ。日本の末路をしっかりと見ていたんでしょうね。日本政府も韓国を拒絶してくれないかしら。日本政府は韓国に何度裏切られれば気が済むんだろうね。韓国との国交なんてさっさとやめて、日本の経済回復に力を入れてくれよ。韓国が切羽詰まってるみたいでかわいそう。何か助けてあげられることはないのかな。助けるなんて韓国に言うもんやないで。そんなこと言ったら骨の髄までしゃぶり尽くされてしまうわ。韓国に対して日本がすべきことなんて完全無視の一択だよ。百害あって一利なしだからね。同情するなんて韓国がしてきたことを知らないんだね。日本と韓国の現状を知っていて助けたいと言えるなら、その人は聖人君子か何かだろう。韓国って
先進国の仲間入りをしたんじゃなかった？支援してもらっているうちは先進国を名乗れないよな。韓国は先進国を名乗り続けると思いますよ。その方がかっこいいじゃないですか。韓国の考えなんて常に見えばかり気にして中身は空っぽです。先進国って言い張るなら他国に資金援助ぐらいして見せてほしいな。ほら、日本なんて国内後回しでお金ばらまいてるよ。日本は日本で問題終わりやわ。ひとまず韓国にたかられても無視せなあかんっちゅうことやな。 IMF に振られた韓国の矛先はまた日本に向かうで。韓国ってお金のことしか頭にないのかね。それに良くない状況になった時に自分たちでどうにかしようって気が一切感じられないのはなぜ？お金とプライドぐらいしか大事なものがないんです。人としての尊敬すら持ち合わせていませんから。でも経済的に困窮するのって国民でしょ。政府は口ばっかりだけど本当に困っている国民は大丈夫なのかしら。韓国人には悪いけど困窮しているからって助けてもらえるとは思わないでほしいね。日本は不買運動でかなりの損害を負ったんだから。確かに政府に煽られて韓国人は日本に嫌がらせをしてきたもんな。助ける義理なんて1ミリもないよ。 IMF が韓国の提案を拒否してくれてすっきりしたわ。もっと言うなら発展途上国に限るって限定条件出してもよかったんじゃないかしら。先進国になった韓国もお金欲しさに目がくらんで途上国に戻るなんて言い出しそうじゃない？そんなことになったら世界中で韓国を見放すだろうね。そんな漫画のような展開があったら僕も見てみたいよ。世界が見放しても日本政府だけは支援を続けてそう。そう感じるのは私だけ？俺も思うよ。日本は対立を望まないからな。韓国が滅ぶまで見守っていそう。滅ぶ時に巻き込まれないためにも早く縁を切った方がいいって。日本政府の皆さん、韓国との関係を見直す時期が来ていますよ。以上が日本人の反応でした。韓国の言い分への呆れや日本には頼らないでほしいなど、海外の反応と同様に批判的な意見が多く見られましたね。韓国には自国の利益のみ追求するのではなく、各国、機関との信頼関係を一から構築してほしいと思います。そんな韓国の経済不安は現在国内でも高まっており、2022年、韓国メディアの朝鮮日報でも危機感を募らせる記事が掲載されました。最後にその内容をご紹介します。直近5年間での政府債務の増加ペースが主要国平均の 2.5 倍に達するほど早いことが判明。政府債務とは国が抱える債務の総額で、この増加ペースは異常な数値だ。 IMF の財政モニター報告書によると、韓国の国内総生産 GDP に対する国家債務に非営利・公共機関債務を合わせた一般政府債務の割合は2022年の末には 54.1% になると見られているようだ。韓国の GDP に対する一般政府債務比率は2017年の 40.1% から2021年には 54.1% になり、わずか5年で 14% も上昇。一方、同期間で韓国を含む先進35カ国はわずかな上昇にとどまっている国がほとんどである。韓国は債務比率は依然として低い方だが、債務増加幅は先進35カ国平均の 2.5 倍。 IMF は韓国の一般政府債務比率が5年後の2027年には 57.7% まで上昇すると予想し、国家破綻の危機感を募らせている。さらに2060年には政府債務比率が2022年の3倍を超えるという見通しも。ちなみに経済協力開発機構OECD は韓国経済報告書で2060年の一般政府債務比率が 150.1% になると予測。韓国開発研究院 KDI と国家予算政策どころは
2060年に国家債務の割合だけでもそれぞれ 144.8%、161% に増えると見込んでいるが、これが現実に起きれば韓国は破綻してしまう。企画財政部は急速に増える政府債務を中長期的に管理するため、財政ビジョン2050の作成に着手すると発表。これまで5年だった中長期財政運用計画を30年へと期間を増やして、財政の健全性を点検し、対策を設けるということになっているが、先行きは暗雲が立ち込めている気しかしない。この記事に対して韓国国内からは、もう何もできる気がしない、就職活動をやめてしまった。大半の国民は貯蓄をする余裕もなく、その日暮らしでいる。このままだと韓国は経済破綻するだろう。といった不安の声が多く上がっているようでした。韓国が経済的に安定する未来は来るのでしょうか。虹色を映しながらふわふわ浮かぶシャボン玉、いつまでも綺麗なその姿を保ってくれればいいのですが、膨らみすぎたシャボン玉はパチンと弾けてしまいます。このシャボン玉に例えて、大きく膨らんでしまった経済状況をバブル経済と言い、かつて日本も経験し、その後崩壊しました。今回は中国で起こっているバブル経済に関する話題をご紹介します。21世紀に入って急激な経済発展を遂げた中国。その中国で日本と同じ不動産バブルが膨らんでおり、いつ弾けてもおかしくないと言われています。そして実際に今度こそという場面も何度か起こっているのです。中国は共産主義国なので土地の個人所有は認められていません。都市部のすべての土地と建物は国の所有であり、企業や個人には国が計画、開発されたものが割り当てられ、個人による住宅の売買、賃貸、担保設定などは一切禁止されています。そのため、中国には住宅市場というものが存在していませんでした。ところが、1980年代に入り、住宅制度改革が推し進められ、個人には住宅の私有化や、地方政府には土地の使用権の売却が認められるようになりました。こうして住宅市場が新しく生まれたのです。日本では住宅ローンの支払いは物件の引き渡し後から始まるのが常識ですが、中国では建物の竣工前から支払いが始まるのが一般的。つまり開発会社はまだ建物が完成していなくても契約さえ取れてしまえば資金の回収を始めることができ、すぐ次の不動産開発に資金を回すことができるのです。そのため次から次へと新しいプロジェクトが立ち上がり、土地の使用権を途切れなく購入していきました。不動産が売れ続けることで地価も高騰し、株価の値上がりを見込んでさらに投資も加速していったのです。税収が減っていた地方政府の財政は土地使用権の売却で得た収入が5割を占めるほどになり、その他の投資も合わせると、実質的に不動産開発で得た収入が地方財政を支えている状況に。その状況を予見して、中国恒大集団の創業者、許家印は、この改革で不動産需要に注目し、不動産会社を設立しました。1996年に設立されてから、たった12年で上場し、当時の会社の時価総額は約9000億円にまで上昇したと言われています。経済が好調だった中国では、モラルハザードがある程度許容されていました。つまり、借金をしてリスクが高い投資をしても、資金繰りに困ったら政府が助けてくれるという暗黙の了解があったのです。これらの背景から、中国恒大は事業を不動産だけに限定せずに、観光、保険、ネットサービス、電気自動車など手広く広げていきましたが、すべてがうまくいくわけではありません。しかし広げすぎた事業が不調な時も投資活動をやめなかった影響で業績は下降し、一般的に負債比率が 900% を超えると自己資本金不足で倒産しやすいと言われていますが、なんと恒大の負債比率は 1300% にも達していたそうです。
自分のお金が全く手元にない状態で経営を続けているのですから、とても危うい綱渡り状態だったと言えるでしょう。不動産は実際の需要以上に投資が行われ、投資によって得た資金で次々と事業を広げていくもの。中国の経済バブルは膨らみに膨らんでいました。そうした中、危機感を抱いた中国政府は三道鉱線、三本のレッドラインと呼ばれる銀行融資を規制する方針を打ち出します。これは財政状況に不安がある不動産開発企業に対する規制で、過剰な不動産投機の抑制と格差の是正を目的に行われたもの。3つの基準に当てはまった数によって有利子負債増加率が決められるというものですが、中国恒大はその3つともに当てはまったため、銀行からの融資制限がかかってしまい、現金不足に陥ったのです。銀行からの融資が止まってしまうと、多額の債権の支払いができません。中国恒大は財務の健全化に向けて土地の在庫を3分の2まで減らすと発表し、期間限定で全ての物件を3割引きで販売するなど金策に奔走。黒字経営を行っていると思われていた中国恒大の突然の倒産危機は不動産業界に大きな影響を与え、不動産会社の社債債務不履行が相次いで起こったのです。中国恒大はこれまで猶予期間終了間際に利払いを行い、ギリギリのところでデフォルトを免れていました。ところが2021年、社債の利払い期日にも支払いが行われず、初めてのデフォルトになったのです。負債総額は2021年6月の時点で約35兆円まで膨らみ、中国政府は闇雲な事業拡大に原因があると突き放した態度を見せています。確かに健全な経営だったとは言えないでしょうが、とどめを刺した中国政府にそう言われてはちょっとかわいそうな気もしますね。しかしこの一件で不動産業界が停滞したのは事実で、不動産収入によって支えられていた地方財政にも大きな影響を与えることは免れないでしょう。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。これは厳密に言えば都市部だけの問題よね。中国に限らず世界中のほとんどの都市で似たようなことは起こっているじゃない。他の不動産会社も問題を抱えている可能性が高いだろうね。恒大集団だけを共産党が助けても、他の会社が同じような問題を起こしたらどうするんだろう。全部を救済できるわけはないだろうし。そうなったらいよいよ破滅の日が来るってわけか。モラルハザードっていうぬるま湯に浸かってるままじゃいつ起きても不思議じゃないな。住む人もいないビルを建てたり、役に立たないインフラに無駄なお金を使いすぎ。中国は一人っ子政策で間違いなく高齢化社会になるっていうのに、無計画にも程があるわ。共同富裕、共同繁栄、国家国民の財布は共同ってか。民主党は農民の貯金まで狙ってるんじゃないか。まるで日本のバブル経済の再来ね。土地の値段は下がらないと信じて投資しまくった挙句に、政府の規制で失墜するところまでそっくり。資本主義を憎むように宣伝してるのに、国有地の価格を政府が釣り上げてたのは皮肉なことだな。中国の住宅ってめちゃめちゃ高額なんだろ。収入全部を返済に当てても30年かかるとか。実際に収入全部を返済に充てることはできないし、一体完済までに何年かかるんだ。中国人の友達によると、建物の質がすごく悪いから建物の寿命は持っても7、8年らしいよ。マジか。何十年もローン払うのに、30年分の年収をつぎ込んだ家が10年持たないってどうなってんだ。これは早いところ不動産バブルが弾けた方が世のため人のためなんじゃないの。中国政府自身も発展途上国にインフラ投資をバンバンやってるけど、債権を回収できてないんだろう。大丈夫なのかな。あれはむしろ返せないように仕向けて、その土地やインフラを取り上げるのが目的だから、中国的には大成功なんじゃないか。
これで中国の不動産がデフレになるか、バブルが崩壊するかってみんなが気をもんでいるけれど、中国共産党の強欲さを考えるとそれはありえないように思うな。本当の資本主義国と違って政府の介入が容易だからね。確かにな。恒大集団がデフォルトを起こしたらもっと海外へも影響が大きく出るかと思ったが、今のところはそうでもない。リーマンショック並みの影響があるかと思ってたんだが、日本はバブルが弾けた後、もう何十年も経済が低迷したままだ。中国もバブル崩壊となったら今と同じではいられないだろう。最近の中国の態度には肉肉しく思っているから、バブルが弾けた後が見てみたい気もするが、ちょっと怖すぎるな。以上が海外の人々の反応でした。やはり多くの人たちも中国経済はこのままではいられないだろうと思っているようですね。そしてかつての日本のバブル崩壊を連想する人も多くいましたが、実際今回の中国の一連の動きは1980年代に起きた日本のバブル崩壊と経過がとても似ています。1980年代後半、日本では投機熱が加速し、特に株と土地への投機が盛んになり、地価は高騰。数字の上では東京23区の地価でアメリカ全土を購入できるとまで言われたほどでした。こうした状況の中、日本銀行は金融引き締め政策を行い、政府も土地政策を実施。バブル景気以前の低金利のままだったので、公定歩合を徐々に引き上げて金利を上げ、地価税の導入や土地の売買を目的とした融資に規制をかけました。そうすることで土地への過剰な投資を抑制し、地価が適正な価格に落ち着くことを目指したのでしょう。しかし結果として土地や株式の取引は一転して停滞し、売り手ばかりがいて値下がりする一方になりました。こうして1990年には地価や株価が暴落し、バブル経済が崩壊。そしてその後、失われた10年と呼ばれる長い低迷期を迎えることになりました。過度に過熱した投資による土地の高騰や国の介入による規制によって経済の停滞を迎えたことなど、日本と中国のバブル経済には共通する部分が多くありますね。専門家の中でも、中国恒大のデフォルトによってすでに中国バブルは弾けた、弾けたというほどの衝撃はないが、すでにしぼみ始めているなど、様々な意見が上がっています。今後中国経済は一体どのように進んでいくのでしょうか。日本のように長い経済停滞期に入ってしまうのか、それとも日本を教訓として回避できるのか、今後の中国の動向が気になりますね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。